皆さんおはようございます。このようにたくさんの方々においでいただきまして本当にありがとうございます。スバルの吉永でございます。本日はスバルブースへお越しいただきまして誠にありがとうございます。私たちスバルはスバルブランドのさらなる強化を目指し、お客様の心の中で際立つ存在になるべく、スバルだけが提供できる価値、安心と楽しさを強化することに努めてまいりました。今年の4月には会社の名前、社名をスバルに変更し、物を作る会社から笑顔を作る会社へと宣言いたしました。私たちが提供する商品を通じて、その先にあるお客様の人生を豊かで笑顔にあふれるものにすること、それこそがスバルブランドの使命です。その思いでブランド強化に取り組んできた結果、スバルと共にある人生を楽しんでくださるお客様が日本だけではなくグローバル市場で増え続けていただいていることを実感しています。大切な家族や仲間と共に旅行を楽しむ方、趣味の道具をたくさん詰め込みアウトドアを楽しむ方、モータースポーツを楽しむ方など、さまざまに楽しんでいただいています。また多くのお客様が長い期間にわたってスバルをご愛用くださっています。例えばアメリカではご購入いただいたスバル車の 98% が10年以上使われ続けているという調査結果も出されています。このように多くのお客様の人生に不可欠なパートナーとしてスバルをお使いいただけている理由は、スバルの安心と楽しさだと考えています。まずは安心安全な車作りについてです。高い安全性能を絶対条件とする航空機メーカーとして100年前に誕生して以来、スバルには最高水準の安全を追求する DNA が根付いています。私たちは独自の運転支援システムアイサイトを進化させ続け、交通事故ゼロを追求しています。今年6月に発表いたしました高度運転支援技術アイサイトツーリングアシストは、事故ゼロの実現とその先にある自動運転に向けた進化のワンステップです。アイサイトをベースとした自動運転の将来技術開発を加速させるべく、北海道の私どもの会社の研究実験センターを拡張し、自動運転専用のテストコースを今月完成させました。冒頭にも少しお話ししましたが、スバルのお客様は車を単なる移動手段としてではなく、それぞれのライフスタイルに合わせて作り手の我々が驚くほど車を徹底的に楽しまれます。ここまでスバルがお客様からご支持いただけている理由、それは安心に支えられた楽しさであると考えています。中でも走る楽しさは代表的な例だと思っております。その意味ではスバルには約40年にわたり培ってきたモータースポーツヘリテージがあります。長年のモータースポーツ活動の積み重ねの上に、スバルの走りの象徴である STI ブランドがあり、商品展開も充実させてきております。本日実車としては初公開となるこちらのですね、 S208 にもモータースポーツのノウハウがたくさん詰まっています。おかげさまで毎回完売となる S シリーズの最新版 S208 は、スバルの走りの楽しさを最も色濃く表現したパフォーマンスモデルです。今回は450台限定で抽選販売とさせていただきました。
また我々の最大市場である米国のお客様からのご期待にも応えるべく、来年初めに WRX、STI、Type RA などパフォーマンスモデル2車種の販売を開始する予定です。続きまして、こちらのメインステージ上の車ですが、スバルビジブパフォーマンスコンセプトと名付けました。これまでもスバルブランドを表現するためにコンセプト化を発表してまいりましたが、今日皆様に改めてお伝えしたいのは、最高の安全性能を実現しつつ、スバルの走りをはじめとする車のさまざまな楽しさを追求し続ける私たちの思いです。そのような私たちの意思を形にしたものがこのビジブパフォーマンスコンセプトです。スバル共通のデザインフィロソフィー、ダイナミックソリッドに基づいた次世代スポーツセダンとして走りの楽しさを形にしました。さらに性能を向上させた次世代アイサイトを組み合わせるなど、2020年に実現を見込んでいる高度運転支援技術を採用し、楽しさを支える安心を表現しています。今後も安心と楽しさを融合した独自の価値を提供し続けてまいりますが、次に登場する新しいスバルは北米専用新型3列 SUV アセントです。来月アメリカで発表いたします。大変魅力的なスバルとして仕上がってきています。そのアメリカをはじめとする世界各国の第三者機関による安全性評価において、スバル車の衝突安全性能は軒並み最高評価を獲得し続けております。直近では今月、新型 XV と WRX が米国 IIHS トップセーフティーピックプラスを獲得しました。これにより独自の運転支援システムアイサイトを装着したスバルの全車がトップセーフティーピックプラスを獲得したことになります。アイサイト搭載車のグローバル累計販売は約150万台に上ります。この実績は私たちの技術陣が約30年にわたってアイサイトの開発ノウハウを蓄積し、地球上を走り回って事故をなくしたい、そういう思いの中で最高の予防安全性能を追求し続けてきた結果でございます。スバルとして大切なことは、常に航空機メーカーという我々の原点を起点にしつつ、スバルらしさを追求することだと強く思っています。絶対的な安心感に包まれた自由に移動する楽しさ、豊かで笑顔にあふれる人生、航空機や自動車の普遍的な価値、安心と楽しさをスバルブランドが提供し続け、お客様にもっともっと多くの笑顔が生まれるよう、今まで以上に際立つスバルを実現していきます。ぜひこれからのスバルにご期待ください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。この後フォトセッションになりますけれども、準備がございますので少々そのままお待ちくださいませ。椅子の外しとかは機構は動きませんので、このままもうカメラの方に誘導していただいて、あ、はい、椅子の撤去につきましてご協力をお願いいたします。中央前列のお客様、恐れ入りますが椅子を外しますので、一度立ち上がって、ご協力のほどよろしくお願いいたします。フォトセッションステージ上で行いますので、スチールの皆様、前の方へお越しください。社長準備できていれば、はい。
もう社長さん上げちゃって大丈夫ですか。大丈夫よろしいですか。はい、はい、じゃあお願いします。上がっちゃっていいの。勝手に青いところで、はい、青いところ、青いところ、左側のスピーチを使ってます。はい、ではまずスチールの皆様、立ったままのスタイルで撮影いたしますので、どうぞ皆さんお取りください。吉永社長、左右のカメラの皆様に目線を送っていただくようにお願いいたします。時間に送った方がいいですね。はい、社長向かって左側の、じゃあすいません。ちょっと向きを。でここが一段落しましたら、はい、ちょっと真ん中の方を向いてください。はい、あでも、乗せちゃった方がいいじゃないですか。目線だけ、目線と体だけ真ん中に。はい。スバルオンチューブをご覧の皆さん、こんにちは。スバルスターズの斉藤愛です。ここからは第45回東京モーターショー2017スバルブースを映像でご紹介していきたいと思います。まずは展示車両からご覧ください。スバルビジブパフォーマンスコンセプトはスバルのハイパフォーマンスカーの将来像を示すコンセプトモデルです。低重心で前進感のある硬質なボディと躍動感を持って力強く張り出すフェンダーの造形により、走り出す瞬間から放出されるエネルギーをスバルのデザインフィロソフィーダイナミックソリッドで表現しました。このモデルでは水平対向エンジンとシンメトリカル AWD によりハイパフォーマンスを実現するとともに、高性能アイサイトによる自動運転技術を搭載、走行性能と事故ゼロを目指した高い安全性能を高次元で融合させ、いつでもどこでも安心してドライビングを楽しめるスバルらしい価値を提供します。インプレッサフューチャースポーツコンセプトは、世界トップレベルの安全性能を備えたインプレッサスポーツをベースに、新たなスポーツの価値を提案するデザインコンセプトモデルです。鮮やかなボディカラーに水平方向に広がりがあるバンパー、洗練されたデザインのフォグランプ、そしてセンターマフラーなどのエクステリアにより気持ちよく走り抜けるスピード感、爽快感、運転する楽しさを表現しています。ブラックとシルバーのコントラストを効かせたインテリアは、ボディカラーと同じイエローのアクセントカラーを散りばめることで、ハイセンスなウェアに身を包み、都会の中でランニングを楽しむような先進的で都会的なイメージのモデルに仕上げています。スバル XV ファンアドベンチャーコンセプトは、先進的なスタイリングと本格 SUV としての機能性を両立するスバル XV の世界観をより一層強調するデザインコンセプトモデルです。スポーティーで都会的なスタイリングはそのままに、専用オフロードタイヤとホイールアーチの力強いデザインのクラッディング、大自然の中でも力強く輝くボディカラーを採用することで、アウトドアアクティビティも思い切り楽しめるデザインに仕上げました。インテリアにはラギット感を高めるデニム調ファブリックシートを採用、シートのギザギザ模様はタイヤ痕をモチーフとしたスバル XV らしい遊び心のある楽しい演出となっています。冒険心を忘れず、自分らしく輝く人生を、乗る人すべてのアクティブライフを応援する特別な一台となっています。走りも上質感も磨き上げたSTI コンプリートモデルの最高峰 S208、 究極の回転バランスを目指したエンジンは、よどみなく気持ちよいフィーリングを実現するとともに、シリーズ最高出力の329馬力を発揮、独自のパワーユニットがかつてない観音的な加速をもたらしてくれます。
バケットタイプフロントシートやフロントフェイスを引き締めるメッシュタイプフロントグリルなど、内外装にも STI の DNA が宿り、性能と質感が高次元で両立されています。究極の走りを求める人々に贈る所有する喜びが湧き上がる一台です。こちらのモデルは450台限定生産で抽選販売となっています。走り、スタイル、質感、すべてに STI の DNA を込めたスバル BRZ の最上級モデルがこのスバル BRZ STI スポーツです。まだ誰も体感したことのないドライビング領域を目指して磨き上げられたハンドリング性能がどこまでも続く走りの喜びを提供しています。走りの性能に加え、質感高く整えられた内外装もその存在価値を高めています。アスリートのような鮮艶な眼差しとダイナミックな造形美をたたえたフロントマスク、足元からポテンシャルを予感させる18インチの台形アルミホイール、フロント、フェンダー、リアにこの車だけ施された STI ロゴの輝き、ボルドーとブラックで仕立てたシックで躍動的なインテリアはオーナーの喜びを極限まで高めます。また特別外装色を施したこちらのスバル BRZ STI スポーツクールグレーカーキエディションを100台限定で発売します。その他の展示車として参考出展となるレガシーアウトバックリミテッドスマートエディションをはじめ、スバル XV、インプレッサスポーツ、レボーグといったおなじみの車両も展示しています。スバルブースのコンセプトはニュースバルストーリー、物を作る会社から笑顔を作る会社へ。スバルがお客様に提供する価値である安心と楽しさの将来像や世界観をブース全体で表現し、ご来場されるお客様の笑顔を作るさまざまな体験を提供します。演出ではブース全体を横断するように11面の大型モニターを一列に並べるブースデザインを初採用、圧倒的な臨場感と没入感が得られる空間となっております。第45回東京モーターショーは10月28日土曜日から11月5日日曜日まで開催されます。皆様どうぞスバルブースへお越しください。以上でライブ配信は終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。